はい、了解です。マイキー君に伝えます。タケミッチ、ケンチンたち今どこだって？ドラケン君はミツヤ君たちと合流したらしいです。もうすぐ作って言ってました。チフユからも返信あって、バジ君とこっち向かってるらしいです。オッケー、無事に全員集まれそうだし、先に楽しんでるか。そうですね。なんか顔に落書きされてるやつ多くね？確かに、何かあるんですかね。あそこすごい人集まってないっすか？本当だ、面白そう。行ってみようぜ。なあ、なんかやってんの？すごいっすね。どれどれ。お、ムーチョとサンズじゃん。え、本当だ、あの二人が無双してたのか。おーい、ムーチョ、サンズ。ああ、マイキーと花垣か。こんなイベント参加するなんて珍しくね。まあ、成り行きでこうなった。ここ、最初は人少なかったんだよ。サンズが人混み苦手だって言うから休んでたんだ。そしたら、なんかイベントが始まってな。主催に飛び入り参加しないか声かけられて、気づいたらこうなってた。なるほどな。じゃあ、俺らも飛び入り参加できるよな。え？マイキー君、俺らっていうのは？ここにいるの俺とタケミッチだけじゃん。ですよね。まあ、俺らは問題ないが。よし、勝つぞタケミッチ。お、押す。まあ、頑張るかサンズ。はい、やるからには負けないです。何やってんだタケミッチ。すみません。くそ、ムーチョとサンズのコンビネーションやべえ。次はもっと頑張ります。おい花垣。何ですか？顔出せ。なんでですか？羽を落としたやつは顔に落書きされるんだよ。ああ、あの顔に落書きされてた人たちはムーチョ君たちに負けた人たちだったのか。分かったらさっさと顔出せ花垣。すみません。なはははは、すっげー顔。次は絶対勝つっす。ちっ、隊長すみません。いや、気にするな。よっしゃ、どうだサンズ。マイキー君、すげえジャンプアタックでしたね。だろサンズ、落書きの覚悟はいいか。マイキー、せめて筆と墨汁は新品にしてくれ。しょうがねえな。大丈夫か？大丈夫じゃないです。次も落書きされたらたまったもんじゃない。だろうな。よし、次も勝つぞタケミッチ。はい。よっしゃ、俺らの勝ちだ。サンズ、すまん。いえ、俺も動き悪くなっててすみません。よくやったタケミチ。いや、ほとんどマイキー君が打ち返してましたけど、ありがとうございます。さて、ムーチョ、落書きの準備はいいか？ああ。よし、動くなよ。
あ、ドラケン君から電話だ。タケミチか。俺ら鳥居前に着いたんだが、今どこにいる？はい、今羽根つき大会の会場にマイキー君とムーチョ君とサンズ君と一緒にいます。珍しいメンツだな。お、今バジとチフユも来たわ。こっちで待ってるから早く来いよ。了解っす。マイキー君、ドラケン君から電話。できた。タケミチ見て、力作来ましたよ。なんだ花垣、なんかあるなら言ってみろ。すみません、なんでもないです。隊長、大丈夫ですか？マイキー悪いが、俺らは顔洗って出直すわ。俺も顔洗いたいです。みんなに俺の力作見せたかったのに。こうなったらタケビッチの落書きを改造してやる。なんで俺？